はい、どうもたくみゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回は青鬼2、やっていきたいと思います。ということでね、前回ね、ここからね、全然進めなかったので、ちょっととりあえずね、まあなんか一つ一つね、もうすべて見ていくつもりで、まあ、ここを探検していこうかなと思います。行きましょう。で、まあここはまあもうないな、ここはもう多分ない。ここね、まず見ていきましょう。これでも水抜いた方がいいのかな、ちょっとよくわかんないんですけどね。これ水入れた方がいいのか抜いた方がいいのかっていうところね。で、この温度計が絶対ね、関わってくるんですよ。絶対に来るから、なんか必要となってくるはずだからって考えたら、なんかね、怪しいですね。マイナス10度なんですよ今。マイナス10度で、とりあえずマイナス10ということをなんか覚えておいた方がいい気がするっていうのと、前ここは多分見たと思うから。で、あとはここだよね、問題は。ここが絶対に必要となってくる。で、この水泳バックではなかった。0626ではなかった。から、そこをどう開けるかっていうところと、温度計とかかな、基本的に。あと、ここの中とか値段もないかな。このこっちとかね。何もないよね。とかないよな、絶対。おお、待て、なんかあったけど、ちょっと、何これ。いきなりこんなところにあるの。じゃあここにも、あ、ないんだ。おお、いや、たまたまマジか、びっくりした。え、じゃあもう、え、待って、じゃあ何すればいいんだろう、これは。何、待って待って待って、マイナスドライバー、マイナス持ってたっけ。これプラスしかないもんね、取れないよね。どっかにマイナスドライバーがあるってこと。ここにはもう何もないはずなんで、ないよね。ここドアノブがないから、さあさあさあ、とりあえずちょっといろいろ探しますね。もうここも多分いけそうになるのかな、どうなんだろう。ないね。とりあえずちょっとマイナス10ってなんかがあるんだな、キーワードで。おい、なんで入った、こっちこっち。ここだよな、ここで。絶対でも水泳バックの2026は多分あってはないけど、ちょっとヒントが隠されてると思うんですよね、ここ。0626。0626か。で、手がかりも残り一つこれだよね。マイナス10。引く10ってこと。でも残りメモ用紙もこれ関係ないでしょ。プラスドライバーも使えなくて、これバール？これも使えないでしょ。水入りペットボトル、これ何もとりあえず使えないでしょ。0626-10 で合ってんのかな、これ。一応ちょっとやってみるか。でもこれ、もう1から全部ね、9999までやったらね、まあ 100% かかるけど、0616だっけ。おお、開いた！マジか。あ、そういうことか。おお、マイナスドライバーのシーンゲット。いや、マジか。こっち使えばいいのかな。そういうことか。マイナス10にしろってこと。マイナス10しろってことか。そういうことか。だから、おおっと、ちょっと待って。現れたんだけど。入れ入れ。あ、終わった。めっちゃ焦った、今。ちょっとあまりテンション高くないんですけど、今。いや、マジか。ちょっと待って。でも、とりあえず1個解けたと、謎が。で、多分、あそこでマイナスドライバーを使って、なんか出てくるんだろうね。さあ、ここで。とりあえず、じゃあ、セーブと一緒に、使っとこうか。よいしょ。面白くないね。はい。あ、間違えた。マイナスドライバー。さあ、何が出てくる？コップ？ここに水入れろってこと？違う。合ってる合ってる。よしよしよし。階段通路の鍵。階
階段通路の鍵、これ また水入れた方がいいのかな、どうなの階段通路の鍵ってどれ、これこっち、あ、ここか、うわ、また部屋か、またこんな部屋か、ちょっとどうしようかな、水いるのかな、一応入れとくか、ちょっと一応もう一回水入れて、ペットボトルにね水入れておこうかなと思います。はい、という感じで今ね使ってみようと思ったんですけど、こうやってね使えないっすね、使えないペットボトルを、ってことはもう水は用なしってことだから、とりあえずもうじゃあ一旦水は抜いといた方がいいかなっていう感じかな、よし抜いとこう。まあとりあえずここではね、問題はまずこっちから行きましょうか。うわ結構広いな、ちょっと上も見とくわ一応、うわ広い、ちょっとセーブしよう、めっちゃ広いな、まだ結構先ありそうっすね、結構はもうそろ終わりなのかなって思ったら、うわなんかあるな、ここなんかありそうだね、また動かせるとかじゃないの、動かせないのか、ここはもう動画を見るためだけ、ちょっとガチャとかもねまた今度10連とかねしたいっすね貯めといて、ないっすね何も、まあとりあえずここは一旦出るか、また後で使うのかな、もしかしたら、さあ上、うわーなんだこれ、ずらすのもできないよね、おずらせた、ってことはこれずらしてどんどん行けってこと、お来た来た来た、これずらせるけど一回しかずらせないの、こうずらしていけってこと、あこっちになんかあるから、うまくずらしていけってこと、違う、この先がわからんな、でもどうずらしていくんだ、でもこれ以上動かないんだよね、一回しか動かんからって考えると、どうやって動かすかちょっとよくわからないので、これもまた後にしときましょう。じゃあ一旦こっち行こう、はい、なんかあるぞ、あー何これ、動かせそうにない、なんか暗くもない、これで砕けん、あ使えないのか、これはまた番号、また番号か、鍵がかかってるよね、じゃあこっちから、おーここも鍵かかってる、じゃあもうここしかないじゃんね、いきまーす、はい、おお倉庫、あまた鍵あるよ、一応ここも見とこう、なんもない本当に、おなんかありそう、あなんもない、でもここにロッカーになんかあるから鍵かかってんの、えどうすんのこれ、こっから先なくないか、なんも、え嘘、ちょっといろいろね探しとこうかなと思います、なかなか難しいなこれ、あ何段かあるから、なんか 1,2,3,4,5,6 段か、6段と1段があるから61ってことじゃない、違う、あでもこれ鍵じゃん、あそこのナンバー61じゃないかな、違うかな、それか1個空いてるから601とか。61。あ、違う。601じゃない。601。あ、違う。でも絶対なんかあるよね。ここなんもないもんね。なんか書いてないこれ。蜘蛛の巣かこれ。特になんもないもんね。これがなんか絶対、鍵を握ってそうなんだけど、別に特にこれ使ってもね意味ないもんね、6段と1段だからね、123456だよね、6と1なんだ、61、ちょっと一旦こっち行くか、もう一回、うわ来た来たんだけど、びっくりした、やべ遅れた、よしこっち行ってみよう、ほら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 、よっしゃー巻いた、あこれいいね、このくるくる、このくるくる結構
逃げやすいかもしれない。ちょっと道は一つで狭いけど。61か。61を覚えて。さあ、ここになんかありそうだな、やっぱり。なんだかんだ言ってね。なんもない。これ動画でしょ？ああ、受け取っちゃった。はい、ということで終わりました。これ20枚なんだけどね。とりあえず、ここら辺探そうか。いや、ここなんもないんだよな、本当に。だから、ここな気がするんだけどな。一応動かせるから、なんか。とりあえず、一旦こっち動かしてみて。ここの下になんかあるとかない。でも、こっち側にしか動かせないんだよね。これは動かないね。あれ、そういえばなんかね、あったな。待って。まあいいや。なんか設定かなんかでこのね、矢印消せるっていうコメントがあったんだけど、あ、来た！あったんだけど、ちょっと忘れてた。あ、消せない。あ、これも動かせる。え、来た。来た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 。あ、そういうこと？あ、これ決まった方向にしか動かせないってことが。あ、奥にある。なんか。これ来たな。よし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 。ロッカーのキー。で、あそこの、体育館？体育倉庫みたいなところに行けってことか。あ、そういうことか。決まった方向にしか動かせないってことね。ってことは、もうこれ、え？これ出れる？ああ、わかったわかったわかった。出るときはこっちから行けってこと？こっちから。え？待って、え？嘘。出れんくね？え？待ってよ。ちょっと待ってよ。どうやって出るんだ？こっちから動かないよね。これ出れん。嘘。待てよ。え？あ、来た来た。よかったよかったよかった。出れた出れた。あぶね、びっくりしたわ。よいしょ。こう縦でも横に動かせるのね。で、とりあえずちょっと怖いから、まあいっか。まだセーブ。開けてからセーブしよう。さあ。あ、これロッカーのキーね。はい、使いましょう。ドアノブゲットした。やった。これはすぐわかるわ。ドアノブで、青鬼が出てきたヒビが入ってる部屋のところでドアノブ使えってことでしょ。100% そうでしょ。さあ、行きましょう。で、そしたらなんか、次の鍵が手に入るのかな。さあ、行こう。いやー、やっとだんだん分かってきたね。こっち行った意味ねえよ。無駄に動くわ。よいしょ。さあ、行きましょう。さあ、ドアノブ使いましょうか。行きましょう。ネジなしで簡単につけれるからね。さあ、行きましょう。おお、なんかあったぞ。女子ロッカールームの鍵。これどこだ？これ、ナンバーがあった方じゃない方の、もう一個下の部屋かな。そこで使って、また手がかりがあるかな。うわ、マジ。ここで来た。これで負けるからな。くるくる戦法だったな。お、なんでそっちにいるの？ちょっと待って、ここはダメ。くるくる戦法ダメだな。ついにこっちに来た。おー、ラッキー。あぶね。もう終わったかと思ったわ。でもあれ、くるくるじゃダメなのかな。まあ、とりあえず、まあ、何やともあれ、逃げれたのでね、まあよかったです。はい。で、ここかな？ロッカールーム。よし、来た。おっと、またあるぞ。3段と5段。6135。ちょっとやってみましょうか。6135。行こう。6135。はい。よし、開いた。来た来た来た。これは推理あって、おお、びっくりした。タクロ？タクロ、タクロってどういうやつだったっけ？ほう、みんな、ミカが、まあまあまあ、わかったようだね。とにかく、たけしたちと合流しましょう。ああ。お、仲間に加わったね。で、とりあえず、たけしのあのロッカーのとこ行けばいいのかな。とりあえず、この部屋もちょろっと見ておこうか。何これ？穴？
落ちるってことね。光っているものが見えれば手が届かない。あ、これ棒じゃない。あれ棒ないのか、もう。じゃあ取れないのか。まあいいや。またなんかアイテムゲットできるのかな。で、ここはなんもない。ここは、おお、体育館。体育館。うわ、まだ結構ありそうだね、これ。めっちゃ広い。鍵がかかってる。で、ここはなんか、いろいろ荷物あると。7対14。これ0714もなんか鍵になりそうだね。さあさあさあ。鍵かかって、全部鍵かかってるそうですね。じゃあ、まあ一旦たけしのところ行くか。一旦たけしのところに行って、まあ、なんか話を見てみましょうか。じゃあそこまで飛ばしたいと思います。はい、ということで、確かここがたけしの部屋だったと思うので、入ってみようかなと思います。行きましょう。あ、いた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 。たけし発見。はい。え？ん？ん？なんもないぞ。ちょっと待って、え？ちょっとヒントじゃなくて。え？たけし連れた、たけしのところまで来たけど。なんもないじゃん。だって拓郎使うわけでもないでしょ。え、嘘。ここは行けないでしょ。じゃあ一旦また戻ります。なんかな、あの光ってるやつ取ればいいのかな。とりあえず一旦そこまで戻ってみようかなと思います。はい、という感じでちょっと一旦ね戻ってきたんですけども、ちょっとねいろいろその間にも探したんだけど何もないんだよね。特に光ってるものが見えるが手が届かないんだよね。ここだよね、バールとか。あれさっき使ったけど使えないよね別に。今現状使えるものとしては、まあマイナスとプラスのドライバーと、まあ、バールはまだもう無理かな。わかんない。あと空のペットボトルがまあなんか役に立つかなぐらいだよね。まあ一番実用的なのはプラスドライバーとマイナスドライバーが、まああればなんとかなりそうなんだけども。さあ、なんもないんだよね。ここはよく見たら光ってるものとかない。ないんだよね。部屋見ても鍵かかってる。鍵かかってる。これスコアボードは？なんもない。この、え、何これ？なんかあるじゃん。電源がついていない。何これ？なんか何か見えないの？どういうものか。これ何これ？あ、これタイムタイムのやつか。タイム表示するやつね。って考えると、まあ、なんか電源が取れるものが欲しいんだよね、多分。でも0714も怪しいんだよな、これ。でもなんもないもんね。こっから先難しい。うわ、ちょっとマジで。ちょっとマジか、ここで来る？くそ、視聴者さんから教えてもらったね、この矢印消すやつ先にやってればよかった。わかんない。こっからさっき巻いたからね。一応動画に載ってたと思うけど。ほら。ちょっと負けよう。ほい。くんな。くんな、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 くんな。マジで。来た、来た、来た。こうなればね、結構勝ちみたいなとこある。よし、オッケー。結構歩数なのかな、あれ。歩数か部屋数で多分、負けるんだろうね。これは？なんもないよね。さっき見たっけ？なんか開かないの？マイナスドライバー。ないよな、これマジで。これ実はこれコインじゃない？あったよね。これも違うだろ。え？動かせんのこれ。マジか。これ動かせんのは知らんかったな。やった。いけた。お。
まだあんのか。ここは。お、物質と、うん、物質の鍵。東の物質の鍵。とりあえずじゃあこっちもちょっと見とこうか。セーブだけとりあえずねしときます。いやー、ちょっともう今回はここの部屋ちょろっと見たら終わろうかなと思います。行きましょう。ん？あ、行けない、行けないのか。じゃあ最後あそこの、お、すり抜けたんだけど、じゃあ最後あそこの体育館のこの鍵、ここだよね多分。あれ、こっちか。え？ああ、ここでいいのかな。とりあえず鍵が使わなきゃいけないってこと。あ、ここじゃない、こっち。あれ、こっちか。行きましょう。はい。あれ、ここじゃない。え、どこ。ちょっともうここからね、わかんないっすね。まあとりあえずじゃあここ、今回はここで終わろうかな。まあちょうどわかんなくてキリがいいので、また次回考えるところからね、始めようかなと思います。はい、という感じでね、今回は青鬼2。まあまあ少し進みましたね。またね、次回もやっていこうかなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ということで以上、たくみでした。じゃあね。